セイラです。キメカです。ユナです。ピンクロテ TB 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は食わず嫌い王です。イエーイ。はい、じゃあまずルール説明をしていきます。こちらに私たちの好きな食べ物を3つずつ用意しました。イエーイ。全部美味しそうね。でも自分以外は誰も知らないんですけど、1つだけ嫌いな食べ物が混ざっています。それをね、食べていってどれが嫌いなのかな、どれが好きなのかなって当てていくゲームです。皆さんも一緒に考えてみてください。それではどうぞ。じゃあ誰から食べてみますか。2人でじゃんけんして勝った方がいいです。 OK。 最初はグーじゃんけんぽい。じゃあメラチックいいから、こうやって自分で順番選んでいく。じゃあまずこれにします。もっちりみたらし団子と今から食べたいと思います。おー、美味しそう。好き？はい、好きです。美味しそう。何なんだ。私すずか好き。ゆなちゃん好き。そうなの、大好きなの。今に喉から出てるぐらい。だってさ、好きってバレちゃいけないし、嫌いってもバレちゃダメだから難しい。ああ、難しい。いただきます。なんかちょっと固まってる。すごい固まってる。めっちゃ全部出ちゃった。え、冷蔵庫に結構ずっと入ったかもしれない。あ、かもしれない。よかった。いただきます。うん、うん、うん。わかんない。ねえ、なんか全部リアルなんだけど。わかんない。はい、おいしい。もういやー、なんか演技上手そうだったよな。でもじゃあ次、姫がいきます。じゃあナッツから食べていきたいと思います。ナッツ、みんな大好きナッツ、カシューナッツ。いただきます。いただきます。しょっぱくて美味しいです。わかんない。なんか好きそうな感じ。うん、美味しい。しょっぱくない。甘じょっぱいです。最高。はい、じゃあユナいきます。ユナはクリーム頬張るチーズケーキをいただきます。美味しそうね。聞かれた。いただきます。でも全部わかんない。ふさっとしてめっちゃ美味しそう。おいしい。めっちゃ美味しい。おいしい。なんかパッてスフレみたいな。あー、美味しそう。美味しいです。いいね。じゃあ次、2品目。じゃあ、鮭るチーズを食べていきたいと思います。全部わかんない。咲いて食べる。うん、かじりつくのと咲いて食べるの味違う。ちょっと違う。いただきます。うん。待って、本当にわかんない。待って、わかんない。2つも美味しそうに食べてるから。本当にわかんないんだけど。次、ひめかちゃん。はい、サラダチキン食べます。私が好きです。ゆめかも大好き。いただきます。うわ、見て、めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しい。大好き。めっちゃ美味しい。2つ食べた。これも2つ食べた。確かに。めっちゃ美味しいです。本当にこれはマジです。迷うな。わかんない。じゃあ次、ゆないきます。デザートになってレモンティーを飲みます。で、最後にさ、ご飯行くんだね。うん。ちょっと楽しみだった時に。じゃあ、いただきます。待って、本当にわかんない。一つわかんないんだけど。わかった気がする。わかんない。はい、サイズなんですよ。サイズなんだ。よく飲む。よく飲む。じゃあ最後のキウイを食べてみようと思います。いただきます。キウイ美味しいね。キウイ、キウイ大好き。キウイ美味しい。おお。はい、じゃあヒカちゃん。めっちゃ美味しかったレイラちゃんですね。いただきます。美味しいよね。めっちゃ美味しい。みんな食べてるの全然好きなんだけど。どうですか。美味しいです。
めっちゃ美味しいです。はい、じゃあユナ行きます。これはアメリカンドッグです。いきます。プチッてして、マスタードも好きなんで、私待って、先ほどだけでよかったの、それ思ったね。なるほど、いただきます。カロリー低いって、おやつ大好きなんですけど、なんかおやつ食べ過ぎるとニキビとかできちゃうから、おやつ食べたいなって時は大体これ食べる。これは小学校の遠足で友達にもらったやつ。私はこれはミルクティーを飲めるようになってから飲めるようになった。なんかよくタピオカで私ミルクティー飲むから、あえてちょっとそらして好きなものを飲む。あーね。でこれがチーズケーキ。昔はチーズ苦手だったけど今は食べる。あーね。アメリカンドッグは美味しいよねって。エピソード聞くと余計分かんなくなる。分かんない。でこれは餅が好きだから学校とかにもよく出てくるの。めっちゃいいじゃん。そう、それで美味しいなって思って買うようになったのと、あとこれはダンスのレッスン後とかに友達と一緒に買ってよく食べてました、うん、でこれは家族で唯一出るだけ食べれるんですよ。え、あ、そうなんだ。めっちゃキュウリです。全然好きとかじゃないよね。え、みんな全部エンジン一つだよ。ある、みんな苦手なやつある。全部なんか美味しそうに見えた。本当に。じゃあ決まった。決まりました。嘘、決まった。 OK。 じゃあ姫かも決まりました。じゃあレイナちゃん、ゆめかゆなで挙手してみよう。じゃあレイナの嫌いな食べ物はみたらしだと思う人。はい。おー。正解は何ですか。正解はみたらしです。え、ちょっと考えた理由を。考えた理由はなんかね、エピソードが薄かったみたらしだけ。はい。私の好きなものを買ってくることで逆にちょっとなんかちょっと合わせてきてるのかなっていう作戦をちょっと読みました。なるほどね。合ってる作戦。なんか私の好きなものだからなのかなって。え、違うんですか。違うよね。ゆめかあえてみんなが好きそうなものを選んで、ちょっとレイラは嫌いだよみたいなエピソード。あ、そうだ、消去法。違うの、さっきね、シティとレイラで話してた時にみたらし嫌いなの意外だねってちょうど話してたとこなんだよね。はい、そう。それが作戦。そう、でもよかったって言って、めっちゃマジで本当に分かんなかったね。レイラちゃんほぼ鉄っぽ。じゃあ、ゆめか。じゃあゆめかちゃんのナッツが苦手だなって思った人。はい。はい、はい、ということで正解をどうぞ。ナッツです。え、なんで、マジでなんで分かったの。え、なんか無理して食べたよ。いや、私はあのサラダチキンは好きなの知ってたし、ベビースターはあのお菓子企画で普通に食べてたから、だから消去法でナッツかなって。でもあのね、無理はしてない、全然食べれる、あんま好きじゃないけど。いやー、絶対割れないと思った。しかもこれ小学生以来食べてないって嘘ついたのに。この前食べてたよ、ベビースター。お菓子企画で食べてた。ベビースターは食べたことないけど、これ食べたっけ。でもベビースター食べれたらしい。確かに。いや、何かだったか。みんな、チーズケーキが嫌いだと思った人、レモンティーが苦手だと思った人、続きまして、アメリカンドッグが嫌いだと思った人。はい、じゃあ理由から。ゆめかはそう、なんていう、レモンティーを2回飲んだんですよ。1口目おいしいって言って2回目飲んでなかったんですよ。ゆめかは飲んでない風に見えたの。だからそうかなと思った。なんとなくそうかな。それが一番。正解はレモンティーです。これ実は言うと、私もともと全部嫌いだったんですよ。もともと全部嫌いで、これは久しぶりに食べて、ちょっと前ぐらいにで、なんか好きになったんです、で、これも
チーズがもともと嫌いで、でもチーズがカマンベールを食べれるようになってからチーズケーキが食べれるようになって好きになりました。あー、レモンティーだけまだ。レモンティーはもう本当になんかこのレモンの甘さとちょっとなんかティーのなんかちょっと独特な独特な味が混ざってもう考えられなくて、もうわーってもうなんか二口目もう頑張ってうわーって飲んでた。でもちゃんと飲んでたよ。うん、でもめっちゃちょっとしかさ、ちょっとしかもですぐ飲ました。いや本当に本当にあーでもミルクティーは飲める。めっちゃ悔しいんだけどいやでもちょっと一人欺けたのがちょっと嬉しかった。うん、当てられちゃったからね、姫形に。優勝はユナです。やったー、演技が上手いということで。やったぜ。悔しい意外とね、分かりやすかったかもしれない。確かに、食べたことないのとか選んじゃえばいいから。そうそうそう確かに、ユナちゃん演技上手い。うん、いたしい。マジで分かんなかった。美味しそうだったし。美味しそうだったし。いたらしい、本当に嫌だった。給食の時とかめっちゃ残してた。これ嘘、めっちゃ美味しいのに。私めちゃめちゃ好きで、もう、もう食べたかったもんね。もう、うわーって、うわーって、めっちゃ暴れるじゃん。フルーツは本当にマジで美味しいと思う。うんうんうん、わかる。キウイは、鮭やチーズか、みたらしの二択で、私が好きって程度しててっていう、なんか謎の理論を立てて、みたらしにしたっていう。うん、でも、二人とも難しかった。で、当てられたのはめっちゃ悔しかったです。ひめかちゃん、次は欺けるよ。じゃあ全問正解だった人はいますか？教えてください。コメント欄で。いないんじゃない？いないかも。いないんじゃない？これは楽しかった。楽しかった。美味しかったし。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。